幼い香る、幼い香る、幼い香る、1881年、明治14年7月26日から1928年、昭和3年12月25日は、明治末から大正、昭和初期に活躍した劇作家、演出家、批評家。日本の演劇界の革新にその反省を捧げた。陸軍軍医である父の不認知、広島。 広島県広島市西区町、現在の中区大手町で、八王として生まれた。5歳の時父が38歳で創生したことから、東京市麹町区藤見町へ移った。麹町幼稚園、藤見人情高等小学校、富士津中を経て、旧生一高時代に失恋をきっかけに、内村勘蔵に入門。内村の主催する雑誌の編集などを手伝ったが、間もなく、 キリスト教を離れた。東京帝国大学文科大学文学科に進学。一学年留年しており、英語教師、ラフカディオハーンの解任に対する留任運動に加わったためとも言われる。在学中から、暴風のかつての同僚でもある森王外の地偶を得て、いい王法の一座の雑木作家となって、舞台演出に関わったり、詩や小説の創作を行った。 1906年、明治39年、東京帝国大学文科大学文学科、英文学卒業。1907年、明治40年、知人で、牙の材木賞だった、和井正吉から、資金援助を受け、導任し、新市長、第一次を創刊。六号まで観光資政王の演劇評論、戯曲を精力的に紹介した。1908年、 明治四十一年に書いた内的写実主義の一女優という文献の中で初めて演出という言葉を使ったと言われる。1909年から読売新聞に連載後、1911年出版された自伝的小説大川端では芸者との恋模様を描いた。1909年、明治四十二年、欧州から帰国した歌舞伎俳優の二代目。 一川左段次と共に自由劇場を結成。第一回公演には、一夫戦作、王外役のジョン・ガブリエル・ボルクマンを上演。当時ヨーロッパの主導的な芸術理論となりつつあった、リアリズム演劇の確立を目指し、日本の新劇史上に重要な足跡を刻んだ。二十世紀初頭の日本の代表的演劇は歌舞伎で、看板役者中心の演劇であり、客は、 個々な役者の芸を堪能しに芝居見物に出かけた。このような演劇のあり方に対して、幼いの考えた近代演劇とは、何より戯曲を優先し、それを正しく表現する媒介としての演出、演出に基づいて、初めて演技がある、というものだった。1912から1913年に通し、モスクワ、ベルリン、ロンドンなどを訪れた。各地の劇場に通ったが、 特にモスクワでは、モスクワ芸術座による、どん底を2回見て、俳優、演出家、スタニスラフスキーの自宅に招かれた。この時、輸入業者の夫人として、モスワワに居住していた、後の女優、東山千恵子とも面会している。同じくと推していた、親友、山田耕作は、幼いとの関係から、演劇や舞踏への傾斜を深め、 帰国後の1916年、大正5年、幼いと移動劇団、新劇場を結成した。石井清はこれに加わり、創作部踊師を始めた。また、小役時代の水谷八重子を指導したほか、藤原義江は、松井須馬子の芝居を見たことと、人を介して、幼いら新劇関係者に会ったことで演劇に憧れ、演劇を志したと話している。1919年、 大正8年、小村金一、長崎映像、久保田万太郎、久米正夫、吉井三村と演劇革新を目的とする国民文芸会を創立。1920年、大正9年2月、松竹が映画制作に乗り出し松竹キネマ号名社を設立。3月には、この中に創設されたキネマ俳優学校に招かれ、校長に就任。 36名の研究生を募集し要請したが、幼いはこれを単なる学校とは考えず、これら生徒と映画を志して、幼いの元にやってきた人々を集めて実習的に映画の制作を始める。同年7月、小竹蒲田撮影所ができて、映画制作が始まると、本社理事件撮影総監督として、村田実、牛原宇彦、島津康次郎、 大久保忠本、水谷文次郎らをスタッフに従え、奉仕のバラや、光に立った女などを制作して、映画界の革新を図った。そのため従来の商業路線の制作人と対立、同年村田、牛原らスタッフたちや映画学校の卒業生らと、松竹キネマ研究所を設立。その第一作として制作した、路上の霊魂は、同時に進行する出来事を、クロスカッティングしたり、 改装場面を挿入したりする近代映画の技法をふんだんに取り入れた日本映画初の芸術大作というべきものだった。続いて山倉知れると君を知らず屋の日本を制作するが工業不振などを理由に1921年大正10年小築キネマ研究所は解散され、幼いは小築の取締役兼相談役に転じた。2年後にはそれも辞し 小畜から退く。映画界に関わった期間は短かったが、伊藤大輔、北村小松、鈴木伝明、沢村春子ら、映画界の人材を育てた功績は大きい。この間、1910から1923年には、慶応義塾の英文化講師として教壇にも立った。1921年には赤い鳥車から童話集、石の猿も出版している。 1923年、大正12年、中山太陽堂の顧問となり、プラトン社発行の雑誌に関与。この関係で、関東大震災後に一時大阪天皇寺に今日、定める。川口松太郎はこの頃、幼いの書生を務めた。1924年、大正13年帰京し、ドイツから帰国した肘方義と共に、築地小劇場を創設。 築地小劇場は、幼い、土方を中心に、和田忠、塩見洋、友田京介、浅利鶴尾の6人の同人によって創設されたもの。和田忠は、和田誠の父、浅利鶴尾は、浅利慶太の父である。築地小劇場は、経営的には、苦しむが、ゴーリキー、チェーホフラの儀曲を上演、進撃運動の拠点となった。俳優の要請はもちろん、証明、 音響、衣装などにも、新しい試みを行い、演出という言葉を作り、演出家という職能を確立させた。1925年、大正14年8月には、開局間もない NHK 東京放送局で、日本初のラジオ劇、炭鉱の中を演出。これは、放送局内に、人材外なため、幼いに依頼されたものだが、以来、ラジオドラマは、 進撃が手掛けることになる。また、ラジオドラマの制作を機に音響効果が飛躍的に進歩を遂げた。1927年、昭和2年には小畜による国産発生映画の先駆作、霊明を監督。1928年、昭和3年11月、ソ連の革命10周年記念行事に招かれた際に無理な日程で体調を崩した。 同年12月25日、園地文子の最初の儀曲、晩春騒ぎよる上演後の社恩会が模様された、日本橋の中華里店で倒れ、四谷南次長の自宅に帰宅した後、脳梗塞、もしくは動脈瘤による心臓麻痺のため休止。去年48、改名は、乱慶院昆文寺、薫公寺。その生涯の活動は、日本近代演劇の開拓者として、 進撃の父と称された。戦後、進撃は運動の域を離れ、文学座、俳優座、民芸などを中心に、職業演劇の道を歩んでいる。父、幼い県、玄洋は、陸軍軍医で、高橋おでんの遺体の解剖や、日本で初めてクロロホルムの麻酔で手術をしたことで、知られる。広島陳大病院、広島陸軍病院院長を務め、 その後、広島医学校の教頭も兼任した。母、淳、春は、小栗忠政の文家にあたる旗本、三河小栗氏の出で、藤田嗣ぐのおば。妹の岡田八代は十八歳で、作家デビューし、洋画家、岡田三郎介と結婚。長男、幼い徹は、ミステリー翻訳家。次男、幼い博は、戦後日本における、軍事評論家の先駆者で、三男。 幼い隆は、歌舞伎役者、市川仙将。立松平和平は、長男、幼い徹の娘婿にあたり、名は、女優の東英子、宝塚歌劇団六期生の元宝ジェンヌ、宝塚時代の芸名は、関森千鳥、小玉玄太郎や足原義信とも演説にあたる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。